さあさあ今移動中でございます皆様、ね、坂本先生っていう方に10年習ってたんで、え、坂本先生、はい、坂本先生の名にかけて、あ、先生の名前出したらダメですか。さあただいまですね、玉結びの二大巨匠がリサイタルに向けて準備中でございます、はい、皆様今しばらくお待ちください。今更とは思いますが、ご紹介しておきましょう。赤江珠緒といえばラジオ界の藤子ヘミングウェイとして、どんな楽譜を取り寄せてもオリジナルな味を出すピアノ演奏には大、今ですね皆様怖いことが起きてるわけじゃございません。発声練習でございます。入ってる声は、霊的なものじゃございません。ご安心ください。さあ、OK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 、それでは行きましょう。本日ですねピアノは、ピアノといえばコルグ、あのコルグさんの SP170DX をお借りいたしました。コルグさんありがとうございました。ありがとうございます。マイクはそこら辺にあったやつを、置いてます。はい、おかしいな。さあ行きましょうか。あ、じゃあやる前に発声練習してもいいですか。どうぞ発声練習から。赤江さん、はい、うん、これつけろ。はい、赤井さん、ヘッドホンね、どの音を出すのっていいですか。どの音、はい、わかりました。取ってください。ま、すごい表情ですね。まと目でいきます。はい、ま、目を閉じながら歌ってますね。まま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 まかつて魔がこんな怖かったことありません。いけますね。あ、まと目でした。間違えました。はい、間違えました。目を閉じながらですね。今、間しかなかったですね。失礼しました。でも大丈夫。十分です。はい、赤井さん、ありがとうございます。はい、よかったです。これ以上続くと僕たちもゾッとしてしまったんで、はい。さあ、それではご準備よろしいでしょうか。今回、二人がコラボレーションする楽曲は、あの名曲、工場の月です。工場といっても、赤井珠緒の工場長のあの工場ではございません。交わる情けと書く工場もございますが、私とんとご無沙汰でございます。もとい名曲工場の月、作曲は滝と言ってもピエールではない方、滝蓮太郎、作詞は土井弁水さんです。土井弁水先生です。お願いしますよ。山ちゃん、弁水って聞いてないのよ。弁水さん、別に作詞は土井弁水さんです。さあ、お二人準備の方よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですね。はい、あ、ナタリアちょっと前奏があります。赤江さん、はい、歌う前に、はい、はいって言ってください。わかりました。はいって言いますから。はいって言ってください。はい、わかりました。行きました。言えます。はい、さあ行きましょう。それではお願いいたします。いやー、いやだって
人で練習してないんですよ、うん、合わせたでしょうね。そうですよ、でしょうね、はい、はいからの合わせ方がもうぴったりでした、うん、そうでした。いや、あのはいって言って始めるのって正直ダサいからね。いやでも歌い上げたね。いや、いや、ありがとうございます。そして玉虫さんいらっしゃらない？玉虫ちょっと危ないかな。